成立学者は明治初期から半ばにかけて東京にあった教育機関。英語をもって主として教授し、今日の予備校の形態を取る上級学校進学を目的とする中等教育機関であったが、設立及び廃止年月日は不明。創立年は不明だが、1876年10月31日付の読売新聞には、神田。 今川工事の成立学者設立に伴う教員募集の掲載があり、1883年間の東京小学校学則一覧に大学予備門受験と英学を趣旨とした学校として、成立学者の掲載がある。もともと、黒岩天音六などの関係があった私塾で、1883年に中原貞七が三崎亀之助より譲り受けた学校である。 1885年、常務のあまり暇に勉学する者のために促成を趣旨とする文庫を四谷区四谷左内町でも開いた。四谷文庫は1888年時点ではは、四谷東品の町にあり、二年生の幼年課と四年生の青年課とがあった。女子教育にも力を入れ、1887年には、神田駿河台に女子部を設立。 1893年2月24日付の読売新聞には、平行成立学者男子部の広告が掲載されている。女子部は、成立女学校に解消し、1895年まで続いた。神田する課題に校舎を構えていた。主に第一高等中学校など、旧正高等学校進学準備を胸とし、普通科に、余科、本科、他に、 海軍兵学校受験科の参加を設けていた。大学生の学士稼ぎの今日でいうアルバイトが教師をし、設備は殺風景極まるものであったと当時成立学者で一時受験英語を学んでいた夏目漱石は評していた。当時の有名な進学予備校の一つに数えられていたが英語を主もとするところとして、他に東京英語学校、京立学校、三田英学校、 育文館などが知られ、他に国民英学会や生息英語学校などがあった。ドイツ語では、ドイツ学協会学校、ドイツ学校や森大外も独語を学んだ洋学、漢学を扱った進む文学者などがあった。進学予備校とは異なるがフランス語で教授する機関として、中江町民の仏学塾、関新八の英学塾である教立学者などが有名であった。 高野を務めた中原亭七は、元森岡藩士の子に生まれ、兄の中原の郎が設立した森岡洋学校で学んだ後、宮城外国語学校、仙台中学校、東京帝国大学予備門を経て、1883年に、同大学文学部政治理財科を卒業後、東京駿河大の私立成立学者を譲り受けて、その社長となった人物で、おいに、 科学者の戸丸拓郎がいる。1887年には国家学会の役員として雑誌委員も務め、政教者の日本人にも関わった。1889年の官報には、成立学者の社長、中原貞七が大津事件にあった六国公大使に見舞い状を出したとある。1890年には、第一回衆議院議員選挙に立候補するも落選。 1891年の地方生指針東京有学案内所本富安志郎には成立学者の講師としてその名が見えるが、1895年のそれには見られない。1892年4月より1897年2月まで、旧正中学の山形県人城中学の校長を務め、翌1898年には島根県、 第二尋常中学の校長に就任している。この間の1894年版には、神田岬崎町の女子成立学校の講師として、名前の記載がある。1903年には、大阪府立岸和田中学の校長を、1913年には、大阪府立八尾中学の校長を務めている。ありがとうございます。